こんにちは、ガミくんです。今回はこのマグナムートじゃないや、アテムか、アテムのこの重心化使っていきます。で、性能がよし、今のいい感じで、最近ね、これ止めたらわかるじゃんって、早くしても言われるんですよね。だからちょっとそのこの練習してるんですよ。これ、あ、今のダメだな。なのでこれを極めたら見せてるけど見えないみたいな感じのいい感じ、これの練習をねこっそりしてるんですよ。だからこれ極めたらちょっといつか極めたいね。これ今年の目標にします、一つので。まあ、幻獣キラー持ってるから鍛えてなくてもぷよワンパンできやすいから、結構な蓬莱適性で、スピードアップも持ってるし、なかなかいいんじゃないのかなみたいな。いや、でもやっぱ一貫通じゃ無理か。一貫通は多分紋章とかつけないと厳しいのかな。あ、今回、珍しく特 M ついてるじゃないですか。これ理由はね、ちょっとワクワクに節約したいんですよね。今42個ぐらいなんですけど、やっぱりちょっと減らすの怖いから、今回は使わないっす。っていうか、これも、なんだっけ、24の極適性。グングニーアルファでかなり壊れたけど、24の極適性として使われそうなんですけど、サスケいつになったら受信化するのかなってすごい不安になってる。昔ね、蓬莱が実装直後くらいの時に、まあユグドラシルが受信化したら蓬莱適性になるでしょって言われて、未だに受信化してないんですよね。ただ今受信化しても絶対に蓬莱適性っていうか、蓬莱適性として出されても、いや別にもういいじゃんみたいな、ナイチンゲールとか、タンポポとか、いろいろいるし、もうよくねみたいな感じの状態にちょっとなりかねないから、ちょっとね、サスケの重心化が怖いんですよね。いつ重心化するんだろうみたいな。した時にはもう、いやもう、お前の居場所ねえからみたいな。お前の机ねえからみたいな感じになってそう。で、8ターンでオールアンチだから、とりあえずこれは右側倒して、はっ。そんなスピードアップして無理やりお茶目引き出してきたな。くわー、こいつあれだな、この魅力を引き出す天才みたいな感じになってる。これ乗ってるか乗ってないかで結構変わるんだけどな。まあ、もう一回これちょっとこの中に入りに行きます。はい、人によってはスピード型なんで、はい、まあ、超スピード型にできるから、まあ、超スピード型にしていろんなところで使う4の極とか、あとどこだったっけ、24の極とか結構使い道ありそう。あと8ターンオールアンチだから、無理やりギミック合ってないクエストとかにも連れてけそうだからいいんじゃないのかな。これどうしようかな。いやー、いけるかこれ。お、いたいたいた。いや、これね、もう一回やれって言われても多分できないから、半分運だね。で、金ハートもあるから、まあ大丈夫と。あとは、なんだったっけ、確か神化の、重心化前の神化の方は、確かゲージダメオだった気がするから、まあ、ゲージでキラエルになったんで、まあ結構ね、その、ゲージミスしても、大丈夫みたいな感じには、なっちゃうんだよ。あ、そっか、16ターンで打てるから、もう、そっか、別に、そこまで温存する必要がないのか。まあ、でも、とりあえず、今はもう必要ないから、普通に行きます。まあ、あとは、スピードアップ3つあったら、なんか、だいたいゴリ押しできるよね、みたいな。あ、そうだ、あと、あ、なんだったっけ、あの話、最近ね、まあいいや、忘れた。うわー、これは、何もこら、おお SS 使ったらこれ、リヴァイアさんワンパンできるのかな。あ、でも超アンチダメを合わせたら、なんかいけそうな気がする。で、これで、おお、いい感じ、いい感じ。多分、一貫、超アンチダメを発動すれば、一貫通で、いけるね。久々にダメオは友達理論使えそう。まあ、これで、はいはい、
あとはあれだね、超暗示ダメを発動したら 1.3 倍の火力になるから、実質貴属性に近い火力になる。まあ実質まあ木ぐらいか。実質 木はちょっと言い過ぎだから、木は 1.5 倍なんで、 1.5 倍じゃなくて 1.3 倍だから、まあ茎ぐらいかな。茎属性くらいで、どうしようこれ。無理やりご利用せないんですよね今回は。アイテム珍しくちょっと結構適正度高いから、どうしよう。とりあえず SS 使って暴れるかとりあえず暴れたら2体ともなんとかなるでしょって思うんですよね。はい、あ、やっぱ一貫通でいけるね。一貫通でリバヤさん倒せるから、艦隊でやってもかなりいけるんじゃないかな。で、次誰？4P か。4P か。まあ、こう打って。よしよしよし。はいはい。やっぱスピードアップあるから、とりあえず割と、それなりに打っとけばなんとかなるね、これ。で、1P は、ループヒットして浦島倒す。多分一手じゃ倒せないから、まあちょっと普通にいきます。あいや、やっぱここら辺はあれだ。おこれであれだな、貴属性と、貴属性ない、剣の 1.5 倍とあれが合わさって、超暗示ダミアが合わさって 1.3 倍と 1.5 倍が合わさって、まあ林属性ぐらいにはなったかな。で、どうしよう。ここから先どうしようかな。で、しかもハートもないしな。まあ、とりあえずここは横勘で。まあ、次ループヒットできるから、まあ、死ななければ。危ね。SS。いや、SS 使おうか。SS 使わないとちょっと怖いね、これ。はい。よしよしよし。これあれだな、浦島倒さないとかなり厳しいな。しまったな。それだったら一旦遅らせて、あれだな、林アテムでいけばよかったな。これ縦貫して削り切れるかな。お弱点の位置がすごい接待してくれてる。おお、これはいいんじゃない。で、ちょっと左に寄って、友情拾えたらいいなみたいな。よしよしよし。よしよし。おぉていうか、普通に強いな。もう、これ、剣持ってたら、林アテムだったら、これ縦勘で終わってたな。もうこれで終わりでしょ。そしたら。いや、意外とあっさり終わったな。もうちょっと苦戦するかと思ったけど、アイテム使ってないし。で、ダメを展開されてるから、まあ、余裕ですね、みたいな感じで、終わります。バイバイ。